チャレンジャー。両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。さあまずは球を打って様子を見るか。投げを試みるが空を切る。あっという間に画面端、どう切り抜ける。ダウンを取ってプレイヤー1若干体力リード。待ち構えるか。カウンターが入る。さあ大足一つ掴んできた。受け止めて、これはうまくゲージを入れ、コンボカウントしてフィニッシュまで。お見事。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を引かせるか。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。中足を見せて、やっと噛み合ってしまった。相手をコントロールしてのパニッシュカウンター。お見事。投げはしっかり抜けていく。さあ互いの狙いは互いに見えているか。このドライブインパクトはガードさせて OK。 プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。これはどうなる。打たせて取る、鮮やかな差し返し。今後でダメージを与えていく。この逆境、逆転の青写真を描くことはできるか。気合い、上は絶対に通さない。球のプレッシャー、おお、ここはナイスガード。飛び道具、ここは付き合わない。前に出て、飛び道具が生きる距離。 CA が浮いて、とんでもない逆転劇。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。さあ勝負、受け止めている。ダイゴスからコンボでダメージを与えていく。ここでダメージ、重圧がかかる。体力十分、ゲージもある。やりに行く。差し合いの距離、上もステップもある。体力状況、ここで投げに行く。両者体勢を整える。ここでチャージするか。弾を使って相手を動かす三段か。このスーパーザボールか。これはお見通し、分からせにいった。弾力が問われる状況になった。もう後がない。無理やりこじ開けた。プレイヤー1、この激戦を制した。いや見応え十分、素晴らしい試合でした。このままでは終われない。再戦を選択、次はどんな展開となるか。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。チャンスにダメージを与えていく。仕切り直す。投げは抜けられず、手を出し合った両者、ここからどう動く。弾で状況に変化をつけるか。プレイヤー1、残り体力はわずか。しかしドライブインズ KO。 プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。疾風戦が刺さる。序盤の受け止めながら抜け目なくコンボを叩き込む。さあ逃げ場はなくなった。どう仕掛ける。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。飛び道具をアクセントにきっかけをつかむか。おっと、これも、さあここはドライブインパクトはバニッシュカウンターを起こしている。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。両者体勢を届く、うまく、さあ隙を狙っていた。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。意識の外でチャージ成功。プレイヤー1、若干体力リードは。待ち構えるか。若干の体力差はついたが、まだまだ。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、弾で状況に変化をつけるか。
相手が地上にいる時だけ弾を撃つ。この弾打ちには年季が感じられる。チャンスにダメージを与えていく。対空キッチ、このインパクトは通らず。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。退路はもうどこにもない。一息つけるか。プレイヤー2、もうドライブできない状況。さあ互いにもう後がない。とどめはこのカウンター。技の差し込みは冴えている。プレイヤー1、まずは先制。しかし気は抜けない。どちらかが仕掛けていくのか。投げは抜けている。両者の投げが噛み合うとこのように投げ抜け状態になる。 SA ゲージが互いの抑止にもなる難しい状況になった。ゲージ運用が勝負を分かつ状況。ここからの判断が大切になる。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。うまくワンゲージを使う判断、どうなるか。 SA フィニッシュで決めた。倒せるときは倒していく選択。 SA フィニッシュ、抜かりはない。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。
両者同じキャラクターを選択。プライドと愛情が試される一戦、負けられない戦いが始まる。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。さあここでチャージを一つ。さあ体力はほぼ変わらず、どこから崩すか見定めているか。ダウンを取って、隙をついてうまくチャージする。ここはうまくチャージした。投げ抜けの間合い、相手の択は読めている。崩しは通用しないか。フルハストックが最大になっているこの状況、打力は出せる。投げは抜けられず、投げは警戒しつつ、どうする。危険な状況になっている。椅子はもう届いた。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。両者の気合は見て取れた。ラウンドが重なる。プレイヤー1、体力的は優勢。投手の役割は見えている。中足が刺さる。受け止めながら、ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。体力は残り少ない。ドライブゲージが、ここで投げれない。うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。最後は投げでフィニッシュ。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。飛んでいる、めくっていく。前、勝負の一撃だったが届かず。取り扱い注意、それがドライブインパクト。ここでインパクト。さあスパーツ、ゲージより鬼抜かりなし。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。プレイヤー2、バーンとする。プレイヤー2、絶望のバーンダウンさせて始まるぞ。うまく投げが通った、受け止めながら。プレイヤー2、ドライブなしで気合でしのげるか。うおー、危険な時間だ。決着。プレイヤー1、同キャラ戦を生き残った。まだまだやる気満々、連戦がお互いを高めていく。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。飛んでいる。フルハストックが最大になっているこの状況、打力は出せる。さあこのドライブインパクトは当たらず。さあどうする。さあさすがの距離、ドット単位の見切りができるか。次はどの引き出しを開けるか。さあ飛びはきっちりガードで対応、パスラスどっしり構えている。一気にラインが上がって画面端、飛びは通さない。さあお互いもう行くしかないといった状況になったが、コンボをしっかり決めて KO まで。お見事。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。プレイヤー1、若干体力リード。投手の役割は見えている。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が高まる。ゲージ運用が勝負を分かつ状況、ここからの判断が大切になる。おっと、これもインパクト。多少の被弾をしても辞さない。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使える。ここで投げれない。さあここか、ここは通さない、通せない。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。受け止めながら、どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。投げへの意識が高い。プレイヤー1、おしゃれフィニッシュ。もうやるしかない、駆け抜けるしかない状況。チャージしている。この飛びはガードが間に合う。互いの制空権が触れ合い続ける。ここで SA ゲージがマックス。 SA、 ここからが正念だ。さあ始まった。ジュリの本領、回線段階なく。ここは SA 選択でゲージを回していく。プレイヤー2、体力はないがドライブゲージは潤沢だ。中足、インパクト返し、見てからなのか、素晴らしい。弾力が問われる状況になった。
豪殺から、しのいだ、投げる、どうなる、クリアツ、この画面端でどうやって料理するか、なんという展開、逆転の青写真はいつから描かれていたのか。プレイヤー2、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが、見事勝利をもぎ取った。まずは上から行くのか、受け止めつつ攻撃する、大胆にチャージする、さあ飛びはきっちりガードで対応、焦らずどっしり構えている。プレイヤー2、先に体力リードしていく、若干の体力差はついたがまだまだ、さあなんとか中央へ押し返した、お互い引く気はないか、この近距離戦、刹那の攻防、タニッシュカウンターから大ダメージのチャンスになる。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく、KO まで。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける、このままいけるか、ラウンドとともに思考は積み重なる、次はどうする。プレイヤー2、前回のラウンドではドライブゲージを常に確保したまま勝利していた、ドライブゲージをいかに減らさずに立ち回るかが今後重要になってきそうだ。インパクト、多少の被弾をしても辞さない、相手をコントロールしてのパニッシュカウンター、お見事。プレイヤー、ここは OB 転戦輪で切り返した、勝負に出たか、食うか、前、上はダメ、確実にを倒しきる。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか、最終ラウンド全てを出し切ることはできるか、足元を狙っているか、2発目がマックスの状況、ワンタッチのリターンは上がっている、 SA ゲージは溜まっている、何でもできるし、頭上がガラキ、プレイヤー2、この決戦、ここからが正面だ、足りるか、足りるか、気持ちよかっただろ、これは倒しきれず、ここから押し切れるか、ここはナイスガード、プレイヤー1、ゲージをうまく使ってここで弾を使うか。プレイヤー2、同キャラ戦をくぐり抜けた。さあこれは同キャラ戦となった、相手のできることは自分もできる、だがそれゆえに難しいミラーマッチ、生き残るのはどちらか、飛び道具で相手を動かしていくか、さあここでチャージを一つ、当たらない、さあこのインパクトは通らず、ガードさせてもドライブゲージを削ってプレッシャーを与えるか、空波ストックが最大になっているこの状況、打力は出せる、隙をついてうまくチャージする、中断、そしてここで一気に壁までもつれ込んだ、お互い引く気はないか、この近距離戦、飛びは通さない、ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく、中足を見せて、何が起きてもおかしくはない状況、 KO! プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか、まずは距離を取るバックステップ、さあ転戦輪での切り返し、当ててきた、このドライブインパクトはガードさせて OK、 プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく、 SA ゲージが両者にはある、どこから叩き込むか、中足が刺さる、この逆境、逆転の青写真を描くことはできる、見えているか、この投げを、針穴を探す、体力差
さあこの一撃は食らわない、倒しきる。プレイヤー2、同キャラの壁を超えてみせた。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。カウンターが入る。プレイヤー2、さあ追い詰めた。ここは投げを見せてガードを崩す。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。どこから針穴を通すか、見事なパーフェクト、完全に読み切っていた。プレイヤー2、超なラウンド選手、この好機を生かせるか。強気の前ジャンプをしている。飛んでいる。さあなんとか中央へ押し返した。受け止めながら何を狙っている。さあ相打ちが起こって、体力から見るにバーンとしている。さあここから中足、疾風線が刺さる。プレイヤー2、ドライブゲージが破力とともに一気にギアを上げていく。コンボダメージはしっかり足りている。プレイヤー2、同キャラ戦を生き残った。両者気合は十分、この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。注目のファーストラウンド、何が起きる。ギリギリでヒット、いい一発になった。ここで差し返し、パニッシュカウンターとなる。プレイヤー2、ドライブゲージがなくなりそうだ。これは苦しいぞ。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離、ここでの押し引きが重要になる。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが、この隙は見逃さない。バニッシュカウンターからは反撃。あとここでスクリュー、これは避けられない。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。これはカウンターになった。チャンスにダメージを与えていく。うまく投げていった。この距離で打ってきた。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。 SA ゲージがここでチャージ、さらに重圧がかかる。体力、 SA ゲージともに苦しい。あとここでスクリュー、叩きつける。受け止めながら、どうにでもなる体力差、逆転のアウトの目まで届いた。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。上から来た。試合は始まった。いい投げ、抜けられない。カウンター投げ、スクリュー、何でも吸い込め。ここはどうね、強烈な一撃、強気の天仙人マッシュスローイン。吹けば飛ぶような残り体力、ミスは許されない。おっと、ここでクリティカルアーツ。この場合どう詰める。これは精神フィニッシュ。プレイヤー2、やり込みが色濃くにじむ。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。技と技が交錯する。主導権はどちらが握るか。ここで差し返し、パニッシュカウンターとなる。これは迂闊に置き技を出せなくなるか。
だがドライブゲージはたんまりある。勝ちへのプラン見えているか。オーバードライブアースはドライブゲージを消費する強力な行動なので、ゲージの運用がポイントになる。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。こかしてからのプレイヤー1、もうドライブできない状況。さあ、ここスーパーアースを使っていくわ。プレイヤー2、心の隙間を摘み取った。プレイヤー2、この一本は大きい。次で決めれるか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。ここはうまくチャージした。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。あとここでスクリュー叩きつける。危険な距離での殴りや受け止めながら、ゲージは見えている。しっかりダメージを伸ばす。倒しきる。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。遊ぼうぜ。ファイトラウンド。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。ガードする。あとここでスクリュー叩きつける。地上の間合い戦はダウンさせて始まるぞ。牽制はしっかり、良い間合いから触っていく。さあ終盤、舞台は整った。プレイヤー1、ドライブで優位に立った。壁にぶつけて守りを砕いた。ここはナイスガード、受け止めている。うせ、ここからが正念場。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。ここからの逆中断、しかしさせない。危険な距離だが、おっとマイナ、どんな弾力してんだ。プレイヤー2、さすがの立ち回り。さあ、このマッチアップどうなるか、展開に注目していきたい。さあ、ファーストラウンド注目していきましょう。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。インパクトするが不意を切る。空振ると大きな隙を見せるこのドライブインパクト、多用は禁物だ。プレイヤー1、ドライブゲージがなくなりそうだ。俺は苦しいぞ。壁から逃さないことを優先、徹底している。百裂脚をしっかりつないでいく。スピニングバードキック、うまく引っ掛けて KO。 プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。ここはうまくチャージした。中足が刺さる。パリをしたが、ジャストには至らなかったが、それでも問題なし。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。さあ、ここは大きい転送脚、無敵をうまく使った。投げる。百裂脚をしっかりつないでいく。インパクトは受け止めた。体力差ある、しかしどうにでもなる状況。けば飛ぶようなど気合いの飛び道具。さあ、次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。ダウンさせて始まるぞ。受け止めつつ攻撃する。プレイヤー1、激しい殴り合いを制して次のラウンドはどう動く。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が高まる。ここでインパクト、硬直への反撃にドライブインパクト、バニッシュカウンターになりチャンスがやってくる。全てのゲージを注ぎ込む、出し惜しみはなしだ。両者体勢を整える。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。差し合いの距離、上もステップもある。この状況からオーバードライバーを狙うのか。
プレイヤー 2SA ゲージ有利。ドライブはできない。隙間がヒットする。バーンとする。決着。プレイヤー2やり込みが色濃くにじむ。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。中足がヒット。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。ジャンプ攻撃はしっかりガード。プレイヤー2画面端のいい状況を作った。さあダウンから。プレイヤー1残り体力はわずか。しかしドライブゲージをうまく使えば逆転は可能。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。ここでバーンアウト。プレイヤー2ここでドライブゲージが尽きている。だがワンチャンスは起こりうる体力状況。中押し入れてプレッシャーをかけつつもドライブしてきた。さあどこから行く。焦らずゲージ状況を見て。両者体勢を整えてチャンスを伺うか。再発祥からこの逆境を跳ね返すか。鮮やかな逆転劇。プレイヤー1貴重なラウンド選手。この好機を生かせるか。バックステップ。付き合わない選択。一気にライン上がって画面端。逃げ場のない画面端でやってくる。投げは抜けられず変化してきた。ダウンから大胆に。ここで SA 試合を動かしに行く。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。これは大きなダメージとなり投げでフィニッシュ。見事に卓を通した。プレイヤー1一気に勝負を決めた。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。ここは飛び道具で牽制。プレイヤー1相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。しっかりコンボ。次はどの引き出しを開けるか。投げでとどめを刺していった。プレイヤー1貴重なラウンド選手。この好機を生かせるか。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが。試合は始まったばかり。受け止めながら。プレイヤー1ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。追い詰められてしまった。バーンアウトしている。プレイヤー1このバーンアウトはかなりきついか。排水となって何を仕掛けるか。倒しきる。プレイヤー1見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。
comes a new challenger. さあ両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。さあファーストラウンド注目していきましょう。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。プレイヤー2、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。次はどの引き出しを開けるか。プレイヤー2、ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。さあ飛び焼きっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。さあダウンから、体力差はある。さあ逃げ場は届いた。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ここは投げを見せてガードを崩す。空対空して状況を変えていく。さあ近距離の攻め合い、そしてここはガードでしのぐ。真空波動拳ダウンから中足が刺さる。上から来た。この飛びはガードの間に合う。体力は残り少ない。ドライブゲージが勝負をバーンとしている。交差から展開を作る。体力差はある。しかしドッジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。さあここから壁際脱出、めくっていく。ここでフィニッシュ。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。ここは投げを見せてガードを崩す。ドライブインパクトは通さない。インパクトをガードさせてドライブゲージを消費させていく。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。お互い引く気はないか。この近距離戦、次はどの引き出しを開けるか。ここでお互い次の手を模索しているか、互いの呼吸を読んでいるか。こかしてからの、ここから試合は終盤戦へ。緊張感が増していく。このインパクトは通らず、真空波動KO。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。投げて、ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。今壁から中央まで押し返しに成功。壁際の重圧から解放。安定させヒットから来るか。プレイヤー2、ここは我慢の時間帯になりそうだ。一息つけるか。飛んでいる。この飛びはガードが間に合う。さあここから KO。 プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。これはくしくも同じキャラを選択。負けられない戦いとなった。さあファーストラウンド注目していきましょう。さあここでチャージを一つ。さあ体力はほぼ変わらず、どこから崩すか見定めているか。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。次はどの引き出しを開けるか。ここはうまくチャージした。ここで飛びが通る。 KO。 プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2、ファイト。開幕ジャンプ攻撃を仕掛けていく。いきなりドライブインパクトがバニッシュカウンターする。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。ダウンから大胆にチャージする。
これは投げていく。さあここからプレイヤー1、潤沢なドライブゲージを使って、ここで投げに行く。弾力が問われる状況になった。中足バーンとする。どうなる。プレイヤー2ドライブフィニッシュ。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。ファイトラウンドファイト。あとはない。全てをさらけ出して勝利をつかめ。前に出る。前ジャンプを仕掛けるか。足を伸ばす。さあ終盤、うっ、さあこれは痛いぞ。受け止めている。プレイヤー2、ここが勝負どころ。スーパーアース、ゲージを世に抜かりなし。足りるか、足りるか。気持ちよかっただろ。足りるのか。足りている。やり込みのにじむ一撃となった。プレイヤー1、同キャラ戦を生き残った。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。捕まえて投げ飛ばす。中足、これはいい形で入れ替えた。壁のリスクは回避する。手を出し合った両者、ここからどう動く。プレイヤー1、さあ追い詰めた。ここで飛びが通る。ここは投げを見せてガードを崩す。 KO。 プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2ファイト。投げを使ってガードを崩す。ここはガードでしのぐ。鉄仙人、ここまでゆっくりとした立ち上がり、試合を動かすのはどちらか。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。さあ画面端、攻めは続く。継続している。残りわずかな体力。 KO。 プレイヤー1、難しい勝負を制してみせた。両者同じキャラクターを選択。プライドと愛情が試される一戦、負けられない戦いが始まる。さあ開幕、両者はどう動くか。投げ、あっという間に画面端。どう切り抜く。ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。相手の技は読んでいた。そして技の隙を見逃さず、パリンシカウンター、集中できている。投げはスカル。さあダウンから、このインパクトは通らず。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。プレイヤー2、さあ追い詰め、 KO まで。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ドライブインパクトは通さない。ここはガードでしのぐ。序盤の主導権はどちらが握るか。さあダウンから、これはうまくヒットせず。これはカウンターになった。一瞬で画面端まで到達した。端に追い詰めてダメージチャンスがやってくる。両者 SA にゲージを回す。使っていくか。対戦段階格が決まる。大ダメージを取る選択。ゲージを使って大きなダメージに変えていく。インパクトは受け止めた。ここでチャージするか。ここでしっかりとドライブインパクト。プレイヤー2、ここが勝負どころ。フィニッシュ。プレイヤー2、同キャラ戦を生き残った。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。掴んできた。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、さあこのインパクトは通らず。ガードさせてもドライブゲージを削ってプレッシャーを与えるか。投げは抜けられず。投げを迫る間合いにうまく入れている。ここは投げを見せてガードを崩す。
終盤戦、状況は苦しいが勝機を見つけ出せるか。さあここでカウンターが決まって大きな刹那の攻防、しっかりパニッシュカウンター KO まで。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。よく見ていた、きっちりガード。プレイヤー1、さあ追い詰めた。さあ飛びはきっちりガードで対応、焦らずどっしり構えている。再発祥で展開を作るか。位置を入れ替えて、ここからはチャンスになる。投げを使ってガードを崩す。ダウンから俺はうまく投げが決まった。フィニッシュ。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。上から来た。ここで投げに行く。確実にダメージを与えていく。互いの制空権が触れ合い続ける。気づけば壁がすぐそこだ。端に追い詰めてダメージチャンスがやってくる。さあ9番投げが決まった。クリア2、ドライバーとする。両者対戦、おっとここでクリティカルアーツ。これはクリティカルアーツになっている。大きなダメージが入り、精神的優位が明確になる。決めに行くか。プレイヤー2めくっていく。ここで勝負あり。プレイヤー2、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが、見事勝利をもぎ取った。Here comes a new challengerYosha Kiai wa Juben. Kono Tatakai wo Sei suru no wa dochira ka. Chumok shite ikimashou. Sa first round. Chumok shite ikimashou. Sa koko de charge wo hitotsu. Mada mada juben shikan wa aru. Dou yatte shirai wo tsukutte iku ka. Sa taiyoku wa hobo kawarazu. Doko kara kuzusu ka misadamete iru ka. Doko kara damage wo atate iku ka. Ariana wa doko ni aru.プレイヤー1、ドライブゲージの運用が難しい状況。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。体力は残ります。インパクト、多少の被弾をしても実際ボンブをしっかり決めて KO まで。お見事。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。さあ近距離の攻め具合、そして投げを使ってガードを崩す。心の隙間を塗って大きなダメージに変えた。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。ここからどう動く。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。さあカウンターが決まる。インパクト、多少の被弾をしても辞さない。どうか。ここでジャックナイフマキシマム、切り返す。弾力が問われる状況になった。終始、もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。まずは上から行くのか。受け止めながらオーバードライバーズで火力を上げる。ダメージを取りに行く。スーパーズ、ゲージ運用に抜かりなし。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。これが大きなダメージになる。出し惜しみはなし、全力でダメージを取りに行く。投げが決まった。この距離は危ない。ゴーフェス、ここからが正面だ。さあ始まった。ジュリの本領、回線段階なくヒットして、この状況からオーバードライバーを狙うのか。この投げは抜けられないか。たくさん試合を見てきましたが、こんな試合は記憶にありませんね。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。受け止めながら考察から展開を作る。プレイヤー1、さあ追い詰めた。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。
シュカウンター。ここから大きなチャンスとなる。1回のコンボで大きなダメージ。勢いはまだ続くか。ここは飛び道具で牽制。飛びは通さない。ここはガードでしのぐ。レイヤー1、ドライブゲージの運用が難しい状況。ここは前投げ。壁の地獄は続く。プレイヤー1、さあ追い詰めた。さあ立て受け止めながらドライブしてコンボをしっかり決めて KO まで。お見事。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま引きたいところ。この飛びはガードが間に合う。弾で状況に変化をつけるか。相手が地上にいる時だけ弾を撃つ。この弾打ちには年季が感じられる。 SA ゲージが両者ここでジャックナイフマシュマム切り返す。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ここはエアスラッシャー。プレイヤー1、オーディジャックナイフ来るか。プレイヤー2、ゲージが睨む。前のめりな一撃は不発となった。ここでバーンアウト。一息つけるか。体力差はある。しかしどうにでもなる状況。しのいだ。当たらない。大きな隙を隠すぞ。プレイヤー2、この画面走。さあこれは痛いぞ。わずかなミスが命取りになる状況。どこを見る。プレイヤー1、ドライブなしでゲージを使ってきた。うえっ、潜在一遇のチャンス。なんてよ。いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。意識の底でチャージ成功。オーバードライブアーツを使ってダメージを上げていく。この判断が功を成すか。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。なんとかして触りに行きたいが間合取りが絶妙。中断。そしてな状況になっている。 KO。 プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。さあフェイントから、先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。大胆にチャンスする。さあ逃げ場はなくなった。どうしてこの切り返しはケアしていた。さあここからプレイヤー1、丁寧に有利を継続している。あまりにも危険。さあここはダイビングカットはマリッシュカウンターを起こしている。逆転を見ているか。ここでバーンアウト。フィニッシュ。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。ここはエアスラッシャーを打っていく。投げる。捕まえて投げ飛ばす。確実にダメージを与えていく。ボディジャックナイフ打ち下ろしまで。確実にお互いが削れているぞ。さあこれは痛いぞ。ここで投げに行く。さあここからこの逆境、逆転の青写真を描くことはできる。ジャックナイフを打っている。この距離は危ない。この飛びは見逃さない。プレイヤー2、さすがの立ち回り。さあ両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。さあファーストラウンド、注目していきましょう。飛び道具で相手を動かしていくか。さあ体力はほぼ変わらず、どこから崩すか見定めているか。どこからダメージを与えていくか。針穴はどこにある。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。
壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。意識のアンテナは上にも張られていた。こかしてからのカウンターが入る。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。ジージーとしたバーイス、うわー、ここでライジングアッパー。ワンコンボ圏内が見えている。ここは飛び道具で牽制。サンドブラスト、ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー1、ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。このドライブインパクト倒しきる。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2ファイト。いきなりライジングアッパー。どちらかが仕掛けていくのか。コンボでダメージを与えていく。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。チャンスでもあれば入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が高まる。さあここから、ここで投げに行く。 KO。 随所で駆け引きが有利に噛み合った印象。一気に走り切った。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。ドライブインパクトは通さない。さあこの時はきっちり空対空で落としている。ジャンプへの意識がかなり高い。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。激しいつばぜり合いが続く。あっという間に画面端、どう切り抜ける。逃げ場のない画面端がやってくる。意識のアンテナは上にも張られていた。ここでドライブラッシュ、前に出た。ドライブラッシュからの技は性能が良いのでチャンスを狙っていったか。投げは抜けられず、遠距離なのでひとまず飛び道具。投げ抜けの間合い、掴んできた。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。足が届いた。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。ブラスト、どちらかが仕掛けていくのか。見事なパニッシュカウンターとなった。技の隙を見逃さず、パニッシュカウンター集中できている。回線段階圧が決まる。大ダメージを取る選択。気持ちよかっただろ。さあ果たしてここで SA 発動しているが、捕まえてひたすら投げるテイルライダー。一気に畳みかけたいところ。 TCQ でコンボを伸ばす。ドライブラッシュか。どうにでもなる体力差、逆転の青じゃ。この通りを見えている。ハリア昇天の拳。プレイヤー1、ドライブなしで気合でしのげるか。気合の勝負になった。カウンターでとどめを刺していく。いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。注目のファーストラウンド、何が起きる。さあ試合は序盤、どう崩していくか。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。ダウンを取って、さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。圧接なの攻防。しっかりコンボ、ダメージは十分。さあどうするか。プレイヤー1、さあ追い詰めた。両者距離を取ってタイミングを測っているか。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。
プレイヤー2届いた。プレイヤー1先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。ここで飛びが通る。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。危険な距離での殴り合いが続く。捕まえて投げ飛ばす。来るか。プレイヤー1壁のプレッシャーを使えるか。チャンスでもあるが入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。 SA ゲージが両者にはある。どこかこの状況からオーバードライバーソデラのか。大胆にチャージする。体力差はある。しかしどうにでもなる状況。打ち込んでいった。プレイヤー2丁寧に有利を継続している。起死回生のドライブとなるか。ドライブゲージと体力があと少し。先に触れれば勝機はある。ここでダメージ重圧がかかる。中止。プレイヤー1意地が垣間見えた。このタイミングでこの対決が実現してしまったか。さあファーストラウンド注目していきましょう。球で様子を見るか。まだまだ序盤。どこから試合は動き出すのか。ここかな。さあ試合の序盤どう崩していくか。プレイヤー1相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。ここでドライブラッシュ前に出た。さあコンボはきっちり掴んできた。体力 KO まで。プレイヤー1ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。投げ。さあここからプレイヤー1。さあここはドライブ醤油。間合いが足りないか。弾を使って膠着を破るか。疾風船が刺さる。プレイヤー1壁のプレッシャーを使えるか。ドライブラッシュで前に出る。一気に間合いを詰めてきた。ダイゴスが突き刺さる。受け止めながらラッシュ選択。さあここからは差し合いの領域となる。しっかり倒しきれるコンボ選択。プレイヤー1見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。弾で状況に変化をつけるか。上は通さず。プレイヤー1相手を壁に押し付ける。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。インパクトは防ぐ。ガードさせてもドライブゲージを削ってプレッシャーを与えるか。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。ここでドライブラッシュ前に出た。ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー2もうドライブできない状況。飛んでいる。さあ KO。 プレイヤー2先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。疾風船が刺さる。飛びは通さない。行くよ。これで画面端端に追い詰めてダメージチャンスがやってくる。プレイヤー1丁寧に有利をドライブラッシュで前に出る。捕まえて投げ飛ばす。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。ダウンから残りわずかな体力。ダイゴスか。ここでゲージを使っていく。
足りるか、足りるか、これは倒しきれず、ここから押し切れるか。プレイヤー1、ドラッグ中止。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。まだまだやる気満々、連戦がお互いを高めていく。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。お互いに被弾は少ない状況、どこからダメージを与えていくか、針穴はどこにある。さあ投げが入って、ここからプレイヤー2、相手を壁に押し付ける。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。手を出し合った両者、ここからどう動く。さあダウンからカウンターが入る。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。これはキックか、見事なドライブインパクト。ここで新発衝撃、 SA レベル2を選択、倒しきる。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。プレイヤー2、先ほどのラウンドから近距離の読み合いには勝てている印象。この勢いを止めずにいけるか。後ろ投げが決まる。攻守が逆転する。プレイヤー2、ここで受け止めながら交互でダメージを与えていく。プレイヤー1、ここは我慢の時間帯になりそうだ。さあ逆転を見ているか、警戒している、できている。最後は投げる。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。変化してきた。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。この飛びはガードが間に合う。これで画面端端に追い詰めて、ダメージチャンスがやってくる。これは見逃す。体力十分、ゲージもある。やりに行け。見えているか、この投げを受け止めている。タクシーハンド一撃。さあ大丈夫か。プレイヤー火力とともに一気にギアを上げていくか。最後は極めつけ、レベル3 SA か。プレイヤー2、意地が垣間見えた。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。ジャンプから仕掛けていった。上は通さず、ここは切り返していく。今後動きを止める抑止力となるか。プレイヤー1、バーンアウト状態となっている。バーンアウトになっている今、ドライブゲージを消費するあらゆる行動ができなくなってしまうため、立ち回りが難しくなる。投げ、さあここから地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。試合は終盤、受け止めながらドライブしてしっかり倒しきれるコンボ選択。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。前に出る。ここは中足を一つ、中足、よく見ていた、きっちりガード、ガード上等のインパクトを振っていく。ここからは、ここでジャックナイフマシマム、切り返す。投げは届かず。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩きダウンさせて始まるぞ。ここはナイスだろ。逆転を見ているか。クリティカルアーツを選択。クリティカルアーツ炸裂。この局面でよくぞ決めた。逆境を越え、勝利の青写真が描かれる。ゲージ苦しいところ、わずかなゲージを使っていく。
次はジャックナイフを打っている。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。早く丸飛び。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。ここでジャックナイフマシュマム切り返す。ゲージは溜めた、これは当たらず。インパクトを使ってドライブゲージを削る算段。受け止めている。プレイヤー2、ドライブはここでバーンアウト。投げる、どうなる、中足、これは抜け出せない、もはや鳥かも。うわー、プレイヤー2、ではダメ、どうなる、早すぎる空対空。プレイヤー2、これはリプレイが見たくなるやつ。ギリギリで一歩上回った。このままでは終われない。再戦を選択、次はどんな展開となるか。ダウンさせて始まるぞ。マイステップ、いくよ。ここで一気に壁までもつれ込んだ。ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。ドライブラッシュを使っている。攻めの姿勢を崩さないスタイル。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。上から仕掛けていく。さあ飛びはきっちりガードで対応、焦らずどっしり構えている。体力は残りますか。ドライブゲージバーンとしている。プレイヤー1 KO。 プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。投げはしっかり抜けていく。両者の投げが噛み合うと、このように投げ抜け状態になる。中足が刺さる。さあ近距離の攻め合い、そこの切り返しはケアしていた。ここで後ろ、ここで張りに行く、ここでバーンアウト。クリティカルアーツを選択。このタイミング、この体力はクリティカルアーツになる。全てのゲージをダメージに変えて決着に迫る。プレイヤー1、ドライブなしで苦しい。地獄の壁際が展開している。プレイヤー KO。 さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。受け止めながら、さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。マキシマムストライク。さあ今度がこの一撃は食らえない。ガード上等のインパクトを振っていく。マジでここで急ブレーキ、反撃はガード、うまく投げが通った。弾を使って相手を動かすと頭上がガラ空き。次はどうする、前飛びするか。この逆境覆すことはできるか。差し合いの曲、フィニッシュ。プレイヤー2、意地が垣間見えた。これはくしくも同じキャラを選択、負けられない戦いとなった。注目のファーストラウンド、何が起きる。隙をついてうまくチャージする。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。両者次はどうする。プレイヤー2、さあ追い詰めた。ここはうまくチャージした。意識の外でチャージ成功。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離、ここでの押し引きが重要になる。危険な状況になっている。ミスはもう KO まで。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2、ファイト。いきなり仕掛けた。上からの攻撃はガードでしのぐ。いくよ。
さあ、ナッパ中央へ押し返した。壁際の重圧から解放、じーじーとした間合い戦。先に仕掛けるのはどちらか。抜け目なくコンボを叩き込む。受け止めながら、さあ体力差ないぞ。ここでバーンアウト。プレイヤー1、このバーンアウトはかなりきついか。ダウンから、さあここからあるぞ。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。ここでバーンアウト。体力差ある。投げが決まった。おっと、ここでクリティカルアーツ。足りるか、足りるか。いいか、できんじゃん。フィニッシュ。プレイヤー2、同キャラ戦をくぐり抜けた。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。変化してきた。プレイヤー2、さあ追い詰めた。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。コンボを叩き込む。さあどうする。プレイヤー2、画面端の揺さぶりで卓を通し続ける。ノーマルヒットでも切り返し成功。さあ扉はきっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。最後は投げの選択肢。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2ファイト。ターゲットコンボを叩き込む。いきなり画面端になってしまった。このドライブインパクトはガードさせて OK。 ゲージ差に気づけるか。何を狙っている。ターゲットから一息つけ、ここは通さない、通せない。ここで SA ゲージが溜まった。この飛びは見えている。ワンチャンスで終わる。緊張が走る。重圧からの、ここでダメージ。重圧がかっ、投げを通して決めた。プレイヤー2、同キャラ戦を生き残った。両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。さあ開幕、両者はどう動くか。耐久はしっかり出ている。落ち着いて相手の動きは見えている。リターンの高い上からの攻撃を封じることで相手は飛びにくくなるか。まず一つ打つか、すかすか踏み込むか。地上の駆け引きの場合、両者次はどうする。隙をついてうまくチャージする。ドライブインパクトが当たらない。これはいい形で入れ替えた。リードしてあげる。連続技をしっかり決めていく。さあこれは、さあここはドライブインパクトはパニッシュカウンターを起こしている。意識の外でチャージ成功。さあしっかりバーンアウトしている。投げフィニッシュ。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ドライブしてきた。グラップしっかり。プレイヤー1、ドライブゲージをしっかりキープしつつ、先ほどは勝利したがまだまだ余裕というところか。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。ゲージは潤沢、両者火力は上がっている。ここからのゲージ運用が難しいところ。さあバーンアウトしている。プレイヤー2、バーンアウトしている。これは厳しいか。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。さあ寂しさはないぞ。ここで SA ゲージがマックス。
クシュ、さあこのチャンスをどう生かす。位置を入れ替えて来るか。壁際を意識した攻防、チャンスを手にするのはどちらか。この中段はやや露骨だったか。え、これ以上はまずい。これこの投げは無理。もうやるしかない、駆け抜けるしかない状況。さあ勝利を手にするのはどっちだ。え、序盤の攻防戦、どちらが仕掛け。インパクトは通さない。ガード上等のインパクトを振っていく。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングで着打ち込んでいった。プレイヤー1、いいリズム、いい間合いだと。ここはナイスガード。インパクトを使ってドライブゲージを削る算段。プレイヤー1、壁にぶつけて守りを砕いた。インパクトは受け止めた。しかしさせない。プレイヤー2、絶望のバーンアウト状態だが残り時間は十分。あとはスタンス、危ないぞ。プレイヤー2は SA を発動している。始まった。マノンの最大の見せ場、優雅にタンビリバドーデー。さあそしてプレイヤー1、 SA ゲージ有利。マジで投げる。さあここはプレイヤー1、ここで勝負あり。プレイヤー2、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが見事勝利をもぎ取った。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。技と技が交錯する。本物でダメージを与えていく。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。手を出し合った両者、ここからどう動く。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。こかしてからの、さあマネージドレ、着実に投げを強化していく。リードしてあげる。ランベルセ、打撃投げが刺さる。いくよ。掴んできた。どう崩していくか。突っ込んでいく。試合の終盤、届いた。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。ここで飛びが通る。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。スーパーズにゲージを使っていた。大きな技を持ってきた。回線段階落。気持ちよかっただろ。ゲージを使って大きなダメージに変えていく。弾力が問われる状況になった。この中段はやや露骨だったか。投げでフィニッシュ、見事に卓を通した。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。中足を見せて。差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。投げ、うまく踏み込んでいく。プレイヤー2、まずは体力をリード。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。仕切り直す。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、さあマネージドレ、着実に投げを強化していく。プレイヤー1、ドライブゲージの運用が難しい状況。リズムを整えるかのようにお互いが様子見をしている。体力差はある。さああとは倒しきる。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ここでドライブ、めぐりが引っかかる。ランベルセ、打撃投げが刺さる。プレイヤー2、先手を取った優位を生かせるか。どうにでもなる状況。お互いどう展開を作るか。大胆にチャージする。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させる。おお、まさか誘導していたのか。
秒殺から展開を作る。プレイヤー2、ここは我慢の時間帯になりそうだ。手製ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。チャージしている。高速で状況を整理しているか。互いの制空権が、これは当たらず。中足が刺さる。この飛びはサテライランベルセ、打撃投げが刺さる。レイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。まずは挨拶と言わんばかりの弾から、ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。手を出し合った両者、ここからどう動く。少なめのドライブも刹那の攻防。プレイヤー1、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。次はどの引き出しを開けるか。 KO まで。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。これはいい形で入れ替えた。壁のリスクは回避する。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。ガードする。投げを使ってガードを崩す。残りわずかな体力、コンボをしっかり決めて KO まで。お見事。この勝利は精神的に後引く大きな一勝になる流れ。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。さあラウンドはまだ序盤。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、プレイヤー1、ドライブゲージの運用が難しい状況。こかしてからの、これまでの動きから両者は何を感じ取ったか。さあワンチャンスで倒せる体力が近づいてきた。掴んできた。次はどの引き出しを開けるか。グラップしっかり。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。ガッと噛み合ってしまった。プレイヤー2、ドライブゲージが戻る。この距離で打ってきた。一息つけるか。バー KO。 プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。開幕から襲いかかった。受け止めながらインパクト。多少の被弾をしても辞さない。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。プレイヤー2、うわー、ここでライジングアッパー来るか。プレイヤー1、丁寧に有利を継続している。互いの制空権が触れ合い続ける。さあここでドライブ、ドライブラッシュで前に出る。SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。気合を入れろ。今日ついてチャージ。この状況からオーバードライバーどうであるか。ここでフィニッシュ。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。
お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。さあ開幕、両者はどう動くか。ここは手を出したくなるところ、呼んでいる。なんとかして触りに行きたいが、間合い取りが絶妙。うまくラインを押し返した。かなり体力差がある状況。このラウンドはこのままいくか。ここは投げを見せてガードを崩す。カウンターが入る。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。上から来た。打たせて取る。鮮やかな差し返し。プレイヤー1、丁寧に有利。鮮やかな逆転。わずかなチャンスを生かしきった。プレイヤー1、まずは先制。しかし気は抜けない。このラウンドが勝負となるか。連続技になった。投げも見せて壁のプレッシャーを上げていく。画面端の投げの強さを生かす。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。さあここからは差し合いの領域となる。ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。油断せずにパーフェクトで KO。 圧倒した。盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。ここは投げの選択肢。投げを迫る間合いにうまく入れている。さあ一気に壁際に連れ込んだ。さあどうする。プレイヤー1、まずは体力をリード。このアドバンテージを生かせるか。技を振れば当たる距離。危険な間合いに入っていく。ここはうまくチャージした。よく見ていた。びっちりガード。さあダウンから。体力差はある。届いた。プレイヤー1、貴重なラウンド選手。この好機を生かせるか。ラウンド2ファイト。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。行くよ。両者何を狙ってどう動くか。ここまでゆっくりとした立ち上がり、試合を動かすのはどちら。あとここでスクリュー叩きつける。中押し。ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。プレイヤー2、バーンアウトしている。これは厳しいか。壁に追い詰めた。チャンスになる。うまく投げていった。目まぐるしく壁際の位置が入れ替わる。ダウンから体力差はある。しかしどうにでもなる状況。息が詰まる。この時間が後々意味を持つ。これでドライブが使った。倒しきる。さあ次でファイナルラウンド。両者勝ち筋は見えているか。ファイナルラウンド、ファイナル。いきなり。さあこれは痛いぞ。受け止めながらこの間合いで吸い込め。プレイヤー2、若干体力上は絶対に通さない。ここで SA ゲージが溜まった。準備は整った。 SA、 ここからは正面だ。さあじゃあお仕置きの時間なのか、ご褒美の時間なのか。改善段階ランク。苦しいところ、わずかなゲージを使っていく。準備はすでにできている。ウーハをどこで出すか。距離はある。仕掛けるのはどっちだ。再発症。プレイヤー 2SA ゲージ差を生かしたい。今日ついてチャージ。受け止めながら SA を使う。火力を上げ。残るか、残るか。足りるのか。足りている。やり込みのにじむ一撃となった。プレイヤー2、一進一退の攻防の中にドラマがあった。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。大胆に
にチャージする。大胆に投げてくるぞ。ここは投げを見せてガードを崩す。投げ間合いを作っていく。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。風波ストックが最大になっているこの状況、火力は出せる。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。壁からのあと、ここでスクリュー叩きつける。さあバーンとしている。プレイヤー2、ここは復興の隙は見逃さない。バニシカ倒しきる。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンド2ファイト。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。中足が刺さる。大胆にチャンスする。さあ逃げ場はなくなった。どうしよう。プレイヤー1、丁寧に有利を継続している。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。バーンとしている。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。プレイヤー2、潤沢なドライブゲージをつき、やっちまった。ここは崩しきった。この勝利は精神的に後引く大きな一勝になる流れ。Here comes a new challenger. お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。さあファーストラウンド、注目していきましょう。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。お互い引く気はないか。この近距離戦投げ、さあここから目まぐるしく位置が入れ替わる。展開が早い。危険な、届いた。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。下段、足元を攻める。ここで一気に壁までもつれ込んだ。上から仕掛けていく。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。投げはしっかり抜けていく。さあ近距離の攻め合い、そして一息つけるか。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が高まる。まあここでフィニッシュ。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。ファイトラウンド、ファイト。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。ここで中段組み替え。ここで波に行く。目の前へどうする。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。投げが決まった。両者体勢を整える。行くよ。ここでカウンターを一つ。ターゲットから一気に追い込むか。ここでバーンアウト。ダウンさせて始まるぞ。弾力が問われる状況になった。おっと、ここでクリティカルアーツ。俺はクリティカルアーツになっている。大きなダメージが入り精神的優位が明確になる。決めに行くか。最後まで目が離せないギリギリの試合だったが、見事勝利をもぎ取った。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。打ち込んでいった。早掛け。両者の狙いはどこにあるか。挨拶はどちらからするか。まだ相手の動きをよく見ている時間帯。レイヤー1、さあ追い詰めた。相手を壁やられにしてチャンスを作っていく。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも投げでとどめを刺していった。
プレイヤー1、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。ラウンド2ファイト。いきなり仕掛けた。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。まだ状況は変わらず、相手の動きを見極めてどこから崩してみせる。中足、ここは強気の一手。プレイヤー1、丁寧に有利を継続している。受け止めながら。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。ここで殺界風破山、 SA 選択。遠距離での様子見、両者はこの時間どう使うか。画面端を入れ替えて、この距離で撃ってきた。倒しきる。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。集団を見せてきた。ターゲットコンボをしっかり決めていく。さあ投げが入って、ここから投げを迫る間合いにうまく入れている。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。うまく位置を入れ替えた。こかしてからの KO まで。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。3、4秒でリズムを乱していく。中足を見せて、下段、足元を攻める。さあなんとか中央へ押し返した。壁際の重圧から解放。マイステップ。足元を狙っているか。受け止めつつ攻撃する。手裏剣設置、対応を迫っていく。ダウンから目まぐるしく壁際の位置が入れ替わる。プレイヤー2 KO。 盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。さあ開幕、両者はどう動くか。投げの選択肢を見せていく。飛び道具で相手を動かしていくか。隙をついてうまくチャージする。激しいつばぜり合いが続く。さあ投げが入って、ここからこかしてからの飛びは通さない。さあ試合は中盤、お互い体力はほぼ同じ。うまくラインを押し返した。さあダウンから、プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。パリーでさばく。さあパリーも見せながらプレッシャーをかけながら、かいくにきっちり。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。何を狙っている。空対空を狙っていた。蹴り下ろす。インパクトはガードする。ドミノ具でダメージを取りたい時間帯か。人来客、卓を迫る。ここはバックステ選択で濁す。プレイヤーは勝負倒しきる。盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。どうだ、
さあ投げ入って、ここから激しいつばぜり合いが続く。ここで球を打つ。どこから試合は動き出す。ドライブゲージ、体力ゲージは両者万全。ここから試合が動きそうだ。崩しに使うか、火力アップに回すか。性格を破るのはどちら。さあコンボはきっちり、ダメージは十分。さあどうするか。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。プレイヤー2、残り体力はわずか。しかしドライブゲージをうまく使えば逆転は可能。壁際の絶景王まで。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この攻撃を活かせるか。空対空して状況を変えていく。良い距離にいた。暴殺から展開を作る。プレイヤー1、体力を先行して展開を作れるか。どうにでもなる状況、お互いどう展開を作るか。疾風戦が刺さる。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。ダウンからここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。プレイヤー1、丁寧に有利を継続。ここでも上は見逃さない。随所で駆け引きが有利に噛み合った印象。一気に走り切った。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。ここは飛び道具で牽制。お互いに被弾は少ない状況。どこからダメージを与えていくか。アリアナはどこにある。この投げは抜ける。さあどうする。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。大きな体力差になったが、ドライブゲージが希望となるか。呼吸を置き去りにする。この隙は見逃さない。バニッシュカウンターからの反撃。この SA は通らず。レイヤー1、ここで壁上がれ。相手の守りをこじ開けていく。中足を見せて、鮮やかな逆転。わずかなチャンスを生かしきった。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。飛びは通さない。さあ飛びはきっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。ジャンプ攻撃はガードをさせた側が有利なので、なるべくタックで打ち落としていきたいところだが。プレイヤー2、壁のプレッシャー。ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。疾風侵略角を叩き込む。いいダメージ。来るか、距離はできた。追うか。プレイヤー1、体力は心もとないがゲージを使ってフォローしたいところ。弾を打つ。ここで投げ、黙っていたらこうなる。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどこか打ち合い。カウンター一戦、気持ちを乗せた一撃で貫いた。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。さあファイナルラウンド、勝利の女神はどちらに微笑むのか。この切り返しはケアしていた。うまく投げが通った。心の隙間を塗って大きなダメージに変えた。さあ来た、お仕置きの時間なのか、ご褒美の時間なのか。回線段階ラン。プレイヤー2、ドライブガードが使えない厳しい状態。ここは強気で攻めていきたい。なんとか中央へ。投げる意識が高い。回せ、ここでチャージするか。さあこれは見逃す。きっちり落として、ターゲットから一気に追い込み。スーパーアーツ、ゲージ運用に抜かりなし。弾力が問われる状況になった。針穴を叩く。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。無理やりこじ開けた。プレイヤー1、この激戦を制した。いや見応え十分、素晴らしい試合でした。
a new challenger.両者この一戦に何をかけるか。いってみましょう。さあファーストラウンド注目していきましょう。ドライブインパクトはきっちりハード。ガードさせてもドライブゲージを削ってプレッシャーを与えるか。ジャンプ攻撃はしっかりガード。ドライブゲージがないと立ち回りがかなりきつくなるので、ここはなんとか回復したいところ。プレイヤー2、バーンアウトをしのげるか。次はどの引き出しを開けるか。手を出し合った両者、ここからどう動く。最後は投げません。タッチ。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。中足が刺さる。中足受け止めながら。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。技と技が交錯する。坂目見えている。これは精神的にくるやつ。試合は終盤。これ以上はまずい。これどんな反逆してんだ。さあ次で最終決戦。もはや気持ちの勝負となった。飛びは通さない。ランベルセ、打撃投げが刺さる。この一撃は食らえない。ガード上等のインパクトを振っていく。さあ終盤、舞台は整う。インパクトは受け止めた。これは精神的にクリア。さあそして立てない。この体力さ、ドッジャッキーを。プレイヤー2、意地が垣間見えた。まだまだやる気満々。電線がお互いを高めていく。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。突っ込んでラインを上げる。仕切り直す。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。連続技をしっかり決めていく。読み合ってきた。次はどの引き出しを開けるか。プレイヤー2、さあ追い詰めた。最後はカウンターで KO。 相手の動きが手に取るように分かっているのか。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。受け止めて殴る。プレイヤー2、ドライブゲージをしっかりキープしつつ、先ほどは勝利したがまだまだ余裕というところか。投げを使ってガードを崩す。心の隙を持って大きなダメージに変えた。ここはうまく投げ強化に成功。中足が刺さる。さあここからは差し合いの領域となる。両者 SA ゲージ、ここで押し込みに行く。強化状態の投げが刺さる。圧倒的なダメージ。圧力がやばい。いくか。見事なドライブインパクト。エースフィニッシュで決めた。倒す武器は倒していく選択。エースフィニッシュ、抜かりはない。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。因縁朝からぬ両者がついに相まみえる。注目のファーストラウンド、何が起きる。ドライブインパクトでアニシカウンターを取る。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。プレイヤー2、ここでドライブゲージがつきかけているが、コンボ完走してフィニッシュまで。お見事。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。サンドブラスト、
手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。プレイヤー1、丁寧に有利を継続している。さあ逃げ場はなくなった。どう仕掛ける？チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。中足がヒット。おお、ここでライジングアッパー。投げを使ってガードを崩す。この切り返しはケアしていた。さあここから。両者 SA ゲージが溜まった。わ、これは値千金の後ろ波となった。あっと、バニッシュカウンターでお仕置き。ジージーとした間合い戦、先に仕掛けるのはどちらか。バンフィニッシュ。もうやるしかない、駆け抜けるしかない状況。ファイトラウンド、これはドライブ。あとはない。全てをさらけ出して勝利。インパクトは受け止めた。ガード上等のインパクトを振っていく。ここで SA ゲージがマックス。ライジングアッパー。このままでは空振りになる。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。両者対戦、よく抜けた。きっちり落として、壁にぶつけて守りを砕いた。さあ始まった。順の本領、回線段階楽。ここからの逆撃、打ち込んでいった。気合を入れろ。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。ここはどう出る。両者体勢を整える。決着。プレイヤー1、この激戦を制した。いや、見応え十分。素晴らしい試合でした。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。マイステップ、受け止めながら。さあコンボはきっちり、ダメージは十分。さあどうするか。投げを試みるが空を切る。ダウンさせる。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。さあここでチャージを一つ。さあ一旦試合が落ち着いたように見えるが、一気にラインが上がって画面端。ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。パニッシュカウンターから大ダメージのチャンスになる。さあダウンから、ここから試合は終盤で、ライジングアッパー。手を出し合った両者、ここからどう。パニッシュカウンターのチャンスは KO。 プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2、ファイト。いくよ。受け止めながら。ここまでの動き、ファーストヒットはパニッシュカウンターからだ。連続技になった。さあ逃げ場はなくなった。どう仕掛ける。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。プレイヤー1、ここで SA。 試合を動かしに行く。体力はどうだ。気持ちよかっただろ。ぴったり届いた。体力ゲージ管理完璧。盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。両者この一戦に何をかけるか。いってみましょう。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。ここは投げの選択肢。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。プレイヤー1、先に体力リードしていく。攻守の役割は見えている。うまく位置を入れ替えた。お互い引く気はないか。この近距離戦、こかしてからの、ここはうまくチャージした。 KO。
プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。意識の外でチャージ成功、大胆にチャージする。さあ、ミスキャノンスパイクで読み勝った形、受け止めつつ攻撃する。チャンスは逃さない。プレイヤー1、ゲージ管理が難しい。ドライブは気合いで抜けた。うまくワンチャンス作ってねじ込む。ここで投げに行く。この距離は危ない。プレイヤーはおっと、ここで SA 発動。さあ、次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。受け止めながら中足を見せて前足を押しかけるか。投げる。心の隙間を持って大きなダメージに変えた。ここせ、ここからが勝負だ。さあ、始まった。ジュリの本領、回線段階落。キックして起死回生のドライブとなるか。プレイヤーはこの画面、ここで壁やられ、ここでフィニッシュ。プレイヤーは意地が垣間見えた。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。くる。さあ、ここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。仕切り直す。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。最後は勇気の選択肢。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。受け止めながら、コンボでダメージを与えていく。来るか。プレイヤー2、丁寧に有利を継続している。追い詰めたこの状況、腕の見せどころだ。投げを使ってガードOD スパイク。さあ、ここから両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が高まる。さあ、打ち合い、受け止めつつ攻撃する。プレイヤー2、ドライブなしで火力とともに一気にギアを上げていくか。最後は極めつけ、レベル 3SA か。しっかりフィニッシュ。残り体力はちゃんと見えている。もうやるしかない、駆け抜けるしかない状況。早くこの飛びは見えている。マイステップ、投げる。心の隙間を縫って大きなダメージに変えた。まさか誘導していたのか。どうなる。プレイヤー2、 SA ゲージ有利。ゲージの運用どうするか。プレイヤーの腕の見せ所、どちらも譲る気は全くなしか。プレイヤー1、限られたドライブを生かせるか。残り体力は半分。受け止めながら、コンボを決めて、さあ、ここから、インパクトは通さない。今日ついてチャンス。おっと、ここでクリティカルアース。これはクリティカルアースになっている。大きなダメージが入り、精神的優位が明確になる。決めに行くか。さあ、ここは運命の分かれ道。ここで勝負あり。プレイヤー1、緊張感が伝わってきた。よく勝った。両者この一戦に何をかけるか。いってみましょう。さあ、試合開始。実況解説は R でお願いします。コンボを叩き込む。ダメージは十分。さあ、どうするか。プレイヤー1、まずは体力をリード。若干の体力差はついたが、まだまだ。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。ここは投げを見せてガードを崩す。
動く。体力差はある。ここで飛びが通る。スタンまで行った。 KO まで。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。ラウンド2ファイト。やる、受け止めつつ攻撃する。弾で状況に変化をつけるか。飛び道具はリスクは高いが、飛ばれなければ最強の地上技となる。中足を見せて。さあ逃げ場はなくなった。どうしよう。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。あまりにも危険な地上戦が続く。ここからどう動く。プレイヤー1、ここは我慢の時間帯になりそうだ。弾を撃つ。これはうまくヒットせず。プレイヤーズバーンとする。倒しきる。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分な様子。プレイヤー1、さあ追い詰めた。さあコンボはきっちり。コンボの後どう展開する。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。値千金の後ろ投げが決まった。さあダウンから。プレイヤー2、ドライブなしで。ここは OD 点線輪で切り返した。きれいに合わせた。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。ラウンド2ファイト。捕まえて投げ飛ばす。このラウンドは勝負となるか。カウンターが入る。受け止めつつ攻撃する。なんとか端から押し返した。壁際から生還、状況を立て直す。プレイヤー2、ここは我慢の時間。ゲージを使う判断、どうなるか。ここで SA にゲージを回して、まとまったダメージを取りに行った。ゲージを使って大きなダメージに変えていく。値千金の入れ替えとなる。プレイヤー1、状況は悪くない、どう生かすか。中足、どう崩していくか。体力差もある、しかしどうにでもなる状況。ここで粉塵昇竜。ここが正念場だ。陣内から、これは当たらず。打ち込んでいった。プレイヤー弾に被弾した。いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか、注目していきましょう。さあファーストラウンド、注目していきましょう。左足から、リーチのある技でしっかりダメージを与えている。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。さあどうする。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで、大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。チャンスにダメージを与えていく。家は通さない。プレイヤー1、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。カウンターが入る。ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。点線流を打っていく。中足がヒット。受け止めながら、危険な距離での殴り合いが続く。中足を見せて。中足、ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。ここで SA にゲージを回して、まとまったダメージを取りに行った。スーパーゲージを使ってきた。頭上がガラキ
両者体勢を整える。大インパクトは受け止めた。投げでフィニッシュ。見事に卓を通した。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。中足が刺さる。受け止めて殴る。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。コマンド投げを選択。ダウンを取ってドライブゲージ、体力ゲージは両者万全。ここから試合が動きそうだ。ドライブゲージの使い方にプレイヤーの個性が出る。さあ何を見せるか。 KO。 プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。気づけば壁がすぐそこだ。ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。飛んで受け止めつつ攻撃する。インパクト。多少の被弾をしても辞さない。相手をコントロールしてのパニッシュカウンター。お見事。中足、大足。次はどうする。さあ逆転を見ていく。最後は足元。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。投げは空を切る。ここは投げを見せてガードを崩す。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。クリアをしろ。この場合両者は何を思っているか。ドライブゲージの回復や状況の整理に時間を使う選択か。投げるにはやや遠かったか。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、ハリアナを塞ぐ。ここは OD 点線輪で切り返した。勝負に出たか。とどめはこのカウンター。技の差し込みは冴えている。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。グラップしっかり。相手の策は読めている。崩しは通用しないか。あとここでスクリュー叩きつける。プレイヤー2、体力を先行して展開を作れるか。どうにでもなる状況。お互いどう展開を作るか。この間合いで吸い込む。来るか。被弾せずにパーフェクトで KO。 圧倒した。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。この飛びはガードが間に合う。対空きっちり。互いの制空うまく投げが通った。心の隙間を塗って大きなダメージに変えた。見えているか、この投げを。ここでも受け止めながら。さあここからこの飛びは見えている。中足からの、やっちまった。ダメージに差はない。激しく当たらない。大きな隙を探すぞ。両者体勢を整える。大足はガード。危険な距離だが、バーンとする。ドライブ、おお、 SA 発動しているな。気合の勝負になった。ここで投げれない。やってきた。サッカイ風破さん、スーパーゾーン選べるか。最後の一発、どうなる。 SA 発動、どうなる。 SA は KO。 プレイヤー2、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが、見事勝利をもぎ取った。Here comes a new challenger. お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。Round 1。さあ開幕、両者はどう動くか。よく抜けた。息が合っている。シンクロしている。隙をついてうまくチャージする。さ
このドライブインパクトは当たらず。空振ると大きな隙を見せるこのドライブインパクト、対応は禁物だ。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。うまくラインを押し返した。壁際から生還、状況を立て直す。意識の外でチャージ成功。プレイヤー2、ここでドライブゲージがつきかけているが、体力は残りわずか。ドライブゲージの差はある。次はどの引き出し KO。 プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。呼吸を置き去りにする。やっと噛み合ってしまった。技の隙にドライブインパクト、良いプレッシャーを与えていく。なんとかして触りに行きたいが、間合い取りが絶妙。画面中央、ここでの積み重ねが後々生きてくる。上からこの間合いで吸い込む。SA ゲージが両者にはある。どこからボール死が待っている。プレイヤー1、わずかな体力だがドライブできれば勝機はまだある。さあ画面端、攻めは続く。継続している。バーンとしている。あとはこう、どんな弾力してんだ。この勝利は精神的にあと引く大きな一勝になる流れ。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。カウンターが入る。チャンスではコンボを使ってしっかりまとまったダメージを与えていきたい。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつながるチャンスを増やしていく。パニッシュカウンターから大ダメージのチャンスになる。投げ抜けの間合い、読み合ってきた。なんとかして触りに行きたいが、間合い取りが絶妙。さあ音がインパクト、多少の倒しきる。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。飛びが刺さる。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。飛んでいる。仕切り直す。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも受け止めながら、何が起きてもおかしくはない。さあここでインパクトの違反なんだ。相手をコントロールしてのパニッシュカウンター、お見事。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が高まる。あとここでスクリュー叩きつける。足元を狙っているか。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。さあこれは痛いぞ。さあここから、ここで投げに行く。ここで SA 発動しているが、ここは堅実に SA でフィニッシュ。抜かりはない。きっちりとどめを刺していく。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。さあファイナルラウンド、勝利の女神はどちらに微笑むのか。攻撃がぶつかり合う。投げる。どうなる。プレイヤー1、 SA ゲージ有利。ゲージの運用をどうするか。プレイヤーの腕の見せ所。プレイヤー1、わずかなリードが大きなアドバンテージを受け止めながら、スクリュー何でも吸い込め。ここ1、ゲージを使っていく。ここはどう出る。うわー届かない。これは精神的に来るやつ。プレイヤー2、ドライブは厳しいぞ。SA を使う。火力を上げ、この SA は足りるのか、いけるのか。気持ちよかっただろ。この状況でも各種ゲージ管理は怠っていなかった。プレイヤー1、一進一退の攻防の中にドラマがあった。このままでは終われない。再戦を選択。
次はどんな展開となるか。これはカウンターになった。ここで飛んでいる。相手の隙を突いてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。隙を突いてうまくチャージする。お互い下がりたくない距離、どのように試合を作っていくか。ドライブインパクトはきっちりハード、無理やりラインを上げていく。どこから試合は動き出す。空波ストックが最大になっているこの状況、火力は出せる。綺麗に噛み合わせた一撃。うまくゲージを運用してチャンスを広げていく。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離、ここでの押し引きが重要になる。どこから針穴を通すか。中央でのせめぎ合いが続いている。このインパクトは通らず。届いた。プレイヤー2ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。投げ、さあここから。ヘッドバット。手を出し合った両者、ここからどう動く。大胆にチャージする。中足、前に出る。さあ逃げ場はなくなった。どうし、受け止めつつ攻撃する。打たせて取る、鮮やかな差し返し。あとここでスクリュー叩きつける。 SA ゲージが両者にはある。バーンとしている。プレイヤー2ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。上を通していく。一息つけるか。体力差はある、しかしどうにでもなる状況。ジンジンとした間合い戦、先に仕掛けるのはどちらか。 SA 発動、そしてここは堅実に SA でフィニッシュ。抜かりはない。倒しきりまで。お見事、見えていた。盤石の立ち回りで危なげなし、お見事。両者気合は十分、この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。さあ開幕、両者はどう動くか。投げの選択肢を見せていく。投げを迫る間合いにうまく入れている。プレイヤー1まずは体力をリード。ここで一気に壁までもつれ込んだ。お互い引く気はないか、この近距離戦。プレイヤー2残り体力はわずか、しかしドライブイージをうまく使えば逆転は可能。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。意識の外でチャージ、ドライブラッシュで前に出る。許可してからのバーンとしている。足が届いた。プレイヤー1ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。さあ飛びはきっちりガードで対応、焦らずどっしり構えている。ジャンプ攻撃はガードをさせた側が有利なので、なるべく対空で打ち落としていきたいところだが。プレイヤー1壁のプレッシャーを使えるか。ドライブラッシュで前に出る。一気に間合いを詰めてきた。飛んでいる。無練習、一息つけるか。ガードする。さあこれは見逃す。ここでバーンアウト。中足、うまく投げが通った。プレイヤー2ドライブゲージが戻るまでは得た気合で抜けた。プレイヤー1この画面端でどうやって料理するか。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。あとスタンする、危ないぞ。あまりにも重圧が、投げへの意識が高い。瞬きすら許されない状況。 KO。 さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。迎撃成功の形、うまく投げが通った。ここは中足ラインを上げつつダメージを取る。プレイヤー2
激しい殴り合いを制して次のラウンドは同国。体力十分、ゲージもある、やりに行ける、投げる、体力ほぼほぼ、仕掛けるか、ここスーパーアーツ、ゲージを世に抜かりなし、微妙なところ、どうだ、気持ちよかっただろ、足りるのか、足りている、やり込みのにじむ一撃となった。プレイヤー1、やり込みが色濃くにじむ、このままでは終われない、再戦を選択、次はどんな展開となるか。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。さあコンボはきっちり、ダメージは十分、さあどうするか、受け止めて殴る。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく、こかしてからの見事なパット、完全に読み切っていた。プレイヤー1、まずは流れを作った、このリズムのまま倒しきれるか、先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか、しっかりコンボ、さあカウンターが決まる、これは痛いダメージ。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか、ここからどう動く。プレイヤー2、わずかな体力だがドライブできれば勝機、ここで壁無傷でラウンドを取る、瞬殺撃、盤石の立ち回りで危なげなし、お見事。